はい吉田隆の教え方チャンネルです、えー、全国学力学習状況調査2023年が実施されました今日は小学校算数についてお話ししていこうと思いますはいまず問題の傾向なんですけれどもこれは2021年度ぐらいからその傾向が出てきてるんですけども問題文が非常に長いですね問題の説明だけのページまであります それからもう一つ、説明を求める問題が3問ありました。まあ、これは今までと変わらないんですけども、注目すべきは、えー、そのうち2問は、例文が示していないということですよね。えー、これまで説明を求める問題は、例文が必ず示してあったということなんですけども、これも2022年度あたりから、説明がないと、例示がない問題が出てきたんですけども、今回は2問が例示がなかったということです。 えー、なお、ですねこの学長ね、ね全国学力学習状況調査というのは、こういう力をつけてほしいという文部科学省からの具体的なメッセージです。えー、休みを使って、ぜひ、ね、解いていただきたいと思います。それでは、内容について少し解説をしておこうと思います。はい、えー、まず、三角形の面積、こんな問題がありました。上の音かの三角形の面積について、どのようなことが分かりますか。 下の1から4までの中から1つ選んでその番号を書きましょう。またその番号を選んだわけを言葉や数を使って書きましょう。と。これはもう先生方はお分かりだと思うんですけども、音か面積同じですよね。ですから同じというのを選んでそれを説明するわけなんですけれども、 これ、そっくりな問題があったなということで、経理観の教科書を早速引っ張り出してみたんですけども、算数の5年生のところに全く同じような問題が出てますね。この授業をちゃんとやって、まあ、説明の文章を書かしていたかということですよね。まあ、ちなみにですね、最も簡単な形でちょっと書いてみると、 まあ、三角形の面積は底辺×高さ ÷2 で求められます。音かの三角形は底辺も高さも等しいので面積は等しくなります。まあ、これで多分丸になるんじゃないかなと思うんですよね。えー、数も入ってます。はい。えー、まあ、こういうふうにね、教科書にある問題から出てきてるわけで、これは例示がないんですね。ということは、えー、まあ、 教科書つまりお手本ですのを使って、えー、ね数と言葉で説明する力をつけておけばできない問題ではないですよね要はこういうことをちゃんとやっていたかということですはい、えー、次にこんな問題がありました椅子4脚の重さを測ると7キログラムでしたこの椅子48脚の重さは何キログラムですか求め方を式や言葉を使って書きましょうまた答えも書きましょうと まあ、二通りのやり方がありますね。一通りは、椅子一脚の重さを求める問題で7、7÷4 は1.75と、48脚あるので、1.75×48 は84で、8 4 k g になりますと。もう一つは比例の考え方ですね。48脚の重さは、椅子4脚の重さの何倍かを求めて12と。で、12倍ですよね。 4脚の重さは 7kg なので 7×12 は84で 84kg になりますとどうでしょう子供たちは1脚の重さから求めるんじゃないでしょうかねこれはどちらでもいいと思うんですねでもこういう問題ならもうやはりすでに教科書でこういう問題の解き方を説明するという問題が出てると思いますでこれも実は例示がないんですねということは教科書で教えたような内容についてはもう 例示はしないかにちゃんとこういうことをきちっとしていたかということが問題になるかと思います。まあ、ですからえ、教科書のお手本を使って数と言葉で説明する力を育てると。 こういう問題をきちっとやってノートに書かしておくということが必要になるかと思います。なおですね、これ私の個人的な意見なんですけども、こういう問題を、ね、自由に考えてごらんなさいというふうにしてさせてしまうといろんな発想が出ていいなというふうに思われがちなんですけれども、えー、実はですね、算数の苦手な子は全く手がつかなくなるんですよね。えー、ですから、割り算の時には割り算の形で説明する力を育て、 ね、それ比例のところでは比例の力で説明する力を育てるその時には教科書の例示に従ってやるとそういうふうにね2つのやり方をそれぞれの単元でちゃんちゃんとこう身につけさせていくと。 で実際に問題を解くときに子どもたちがどちらかを使って問題を解いていくという力を育てていった方がいいと思いますね。ですから自由に解かせるっていうやり方は子どもたちの発想を引き出しそうなんですけども苦手な子にとっては大変難しい課題になってしまうんですよね。もう私だったらちゃんと教科書通りに指導してこういう説明文を書かせるというふうに指導していくと思います。はい、3問目です。 これはですね、0日についてまとめたことと、この前にグラフあるんですけども、省略しました。0日に注目着目すると、次のような違いがあります。6年生のグラフでは0日の人数が1番目に多く、5年生と6年生を合わせたグラフでは0日の人数が3番目に多いですと。 ということで、下のような問題がありました、えー。0日についてまとめたことと同じように、1日に着目してまとめると、どのようになりますか下の四角の中に6年生のグラフ、5年生と6年生のを合わせたグラフ、番目の3つの言葉と数を使って書きましょうと。とこれはですね、えー、ねもう。 お手本をそのまま使えばいいので、まあ、赤の部分だけ直せば答えの出来上がりということですよね。これはこれまで何回も解説してきたようにお手本を真似をして答えを出しなさいというようなことを算数の授業中にちゃんと指導しておけばできることですね。 やはりこれもお手本を使って数と言葉で説明する力を育てておくとこういうことをやっておけば、えー、かなりの子どもたちが解けるんじゃないかというふうに思います。はい、えー、それではですね、えー、2023年度の小学校の算数をやってみて思ったことをちょっと話をしようと思います。 まずです、ね、問題文が非常に長いので、まあ、問題文を粘り強く読む力を育てなければいけませんね。これは意欲とも関係しますね。算数の授業を頑張ろうという気持ちをいかに育てていくかだと私はやはりそのためには小さな成功体験分かったできたの積み重ねをどれだけ多くの子どもたちにこう実感させていくかということにつながると思います。そ、えー、そしてて、ね、こに出てくる数や 図、ね、こういったものの意味を理解する力が必要になってきます。この数字はどういう意味なのか、この図はどういうことなのかということがわからないとついていけないです。えー、これにつきまし ではですね小刻みな作業で授業を安定させるという動画を示してありますそこの出会い山のところのね、えー、動画が多分お役に立つと思いますね、えー、全体を理解するためにということでバーンと子どもたちに渡しちゃうとそれは読めませんやっぱり部分部分をしっかり しっかり読み込ましていってそれは図でどこなのか表のどこなのかということを理解させていくことを系統的に育てていく必要があるというふうに思います、えー、そしてあとはですねさっき言ったようにね言葉や数字で説明する力お手本を使って説明する力、えー、これをね教科書を使ってつけていくとそうすれば学長の問題もねちゃんとクリアできるんじゃないかというふうに思います ご、はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったという方高評価ボタンをクリックそしてチャンネル登録をお願いいたします。